皆さんこんにちは。今回はクリスマスにサプライズプレゼントってことで、星4確定の無料の11連オーダー切ったんで、これね20時間限定、あのクリスマスだけ引けるっていうやつなんですけど、まあこれクリスマス系のオーダーかと思いきや、まあクリスマス関連のスキルだけ入ってるっていうわけじゃなくて、まあいろんなの入ってるんで、まあクリスマスのスキルだけ入ってたらね、あのこれとね同じようなものになってしまうんで、まあいろんなのね入ってる方がそりゃ嬉しいんですけど、あのねこのラインナップいろいろ見てるとね、やっぱすっごい数多いですね。ちょっとまとめるときもね少しね大変だったんですけど、まあ本当にねいろいろ入ってて、まあ何が当たってもおかしくないっていうことで、まあちょっとねせっかくだから、まあ、動画にしていこうかと思って、まあちょっとねこれ引いていこうかと思います。あのね結構最近のも入ってるんですよね。アクセルとか、まあ、フルバーストはどうなんだろう、あ見てねえな、見てねえけど多分さすがに入ってないような気はするんですけど、まあアクセルでもねあのパイルバフとか当たるとすごい嬉しいんですけどあのねパイルバフね、なんか結構一つのさ属性でしか使えないから、なんかちょっとさそれだけ持っててもなんか汎用性あんま高くないんじゃないのって思う人もね、あの始めたての人には多いかもしれないですけど、どれかの一つの属性でもね一つずつ当ててって、でいずれねやっぱいろんな属性使えるようになるとね、一つの属性で属性ダメージが 99% 上がる、あのスタック99にした時の話なんだけど、って考えるとなんかなんだろう、バフの強さとモッドの中身って、まあ、同じと考えはられないんだけども、で時間かければ属性ダメ 99% のモッド素材が入ったようなものと、まあ、捉えられるのかなってちょっと個人的に思ってて、まあ、最終的なそのスタック99に した結果の時の話なんだけど、あ、カタテコンが保証確定なんだろう、覚醒がいいかな、アクセルもいいな、おコネクト、あ、持ってる、うわ、あー、うーわ、何がサプライズプレゼントだよふざけんなよなんでさ、なんでプレゼントになってないんすけど、意味がわかんない、マジで何がサプライズプレゼントやねんふざけんなよ、マジで別にさ、こんなさ、外したところで面白くねえから。ネタにもなんねえから、マジで。どうリアクションしていいかわかんねえ、ほんとに。無料で動画撮るなってことか。いや、ちょっとね、メモデフのね、オーダー、イラスト、メモデフのやつのイラストどうしても欲しくて、メモデフオーダー引いてしまったんで、アルカナジムがもうないんすよね。実はガチャ動画にしようかと思ったんですけど、やっぱなんかまあ面倒くさいっていうのもあったし、まあ結局ねやっぱステ3一周だけしてもね、まあ爆死するのは目に見えてるんで、まあなんかあんまり面白くないかなと思ったし、うん、なんかねリアクション取りづらい、あ片手こうね、まあ星4確定じゃないからまあ当たんないでしょそりゃ、うわまあ皆さんぜひね、引いてみてください。始めたての人、特にね、今日、始めるのおすすめです。クリスマスのうち、このね、25日のうちにね、引いといた方が、引かないとあかん。もう、リセマラとかいいから、こういう星音確定とか来たらね、すぐ引いて、まあ1日でも早くね、引いて、無料オーダー他にもね、来てるんで、確か、1ヶ月分あるんかな、わかんないけど、忘れたけど、まあ、で、なんか弾けるんで、弾くといいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。